サザエさんゆかりの地として知られる世田谷区の桜新町にサザエさん一家の銅像がお目見えしました。サザエさんやタラちゃん、マスオさんなどおなじみのキャラクターたち、東急田園都市線桜新町駅の周辺4カ所に長谷川真知子さん自筆の原画をもとに作られたサザエさん一家12体の銅像が完成し、今日除幕式が行われました。桜新町はサザエさんの作者長谷川真知子さんが晩年を過ごしたことからサザエさんゆかりの地として知られています。今回お目見えした銅像は地元の商店街の人たちが新たな町のシンボルを作ろうと企画したものです。地元ですから桜新町もっと人気になると思います。波平がちゃんと毛が一本立ってるのがすごいと思います。あれ触ったらご利益があるかもしれないですね。まもなく訪れる桜の季節にはサザエさん一家が笑顔で観光客を出迎えます。